ただいまから臨時記者会見を始めます。本日の発表事項につきまして市長からご説明申し上げます。はい、皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日は9月1日から始まります、市議会定例会議への提出議案について、ほかコロナ関係について、ご説明をいたします。今回議会に提案いたしますのは、予算が3件、決算が4件、条例が7件、その他を含めまして合計29件になります。まず条例の主なものを、ご説明いたします。まず一つ目は、市の職員のですね、定年の引き上げに関する条例の改正でありまして、給付法の、条例の改正をこの条例一本で、実施をいたします。内容はですね、こちらにありますように定年年齢を段階的に引き上げます。令和5年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げまして、最終令和13年度に65歳定年という形にいたします。から2つ目に役職定年制度を導入いたします。60歳到達後、最初の4月1日までの間に管理監督職以外の職に移動させるということで、例えば部長が60歳を超えますと、その次の年からは管理職以外で市の職員としての仕事を原則やっていただくという形になります。で、3点目は給与に関する措置で、給与月額は60歳到達後の最初の4月1日以降7割の水準にするということでありまして、60歳までのまさに、給料を徐々にこうね、右肩上がりで上がってきたものの構造が、60歳以降は一気に7割の水準にするということで、一方で考えれば7割の水準を保つことで65歳までの、期間においてしっかりと生計をできるようにしていくと、こういう措置であります。これが一つ目であります。実際どんなふうに定年が変わっていくかというのは、この状況で、表でお分かりいただけるかと思いますが、徐々にですね、一番最初は令和6年の4月に、令和4年度まではですね、まずは60歳退職で、その後は再任用という形になるわけでありますが、昭和38年度生まれの方については、61歳の退職になりまして、でその後は再任用で雇用をすると。で39年生まれの方には62歳で再任用を3年間実施していくと、こんな感じでですね、退職をずらしていきまして、ご覧のとおり令和13年度に、65歳定年という形で、こう引き上げていくという内容になります。はい、1点目は以上であります。で2点目は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでありまして、内容はまず一つ目に育児休業の取得回数制限の緩和ということで、現在原則1回限りとなっているものを原則2回育児休業を取れるようにすると。それから二つ目は育児休業の再度取得にあたり、育児休業等計画書の提出規定を削除するというものでありまして、その点では、育児休業を取りやすくするという環境を作っていくという内容であります。続いて3点目は、職員の、退職手当に関する条例の一部改正でありまして、現在若い職員がですね、退職した場合に、その退職手当が雇用保険の失業手当よりも
低いケースが生じ得ます。その方には失業手当に達するまでの差額が支払われるというような仕組みになっているわけでありますが、これが退職後1年間ということになっておりましたが、事業を開始した人がですね、起業した人が安定してこの企業にチャレンジできるようにということで、これを4年、最長4年まで延長可能にするというものであります。それから続いて、高年齢職員部分休業に関する条例制定の件でありまして、先ほど最初の条例で申し上げました通り、職員の定年を引き上げていくわけですけれども、そこまでずっとフルタイムで働きたいわけではないという職員も中にはあり得ます。そのために55歳以上の職員に関しては、1週間の勤務時間の2分の1を超えない範囲で上限を設定できるというような、部分休業の、仕組みを、設けることにいたします。休業はその場合、休業時間を減じるということで、やはり、仕事時間に合わせた休業支給という形に、するものであります。続いて5点目は、地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正するものでありまして、今年度の税制改正によりまして、地方拠点強化税制というものが適用延長になりました。このために福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトの計画期間も2年延長されまして、本社機能を有する施設を整備する場合に、例えば、東京23区から本社機能自体を移転するという場合には3年間の課税免除になる。それから、地方にある本社機能を拡充して、その本社機能を強化する場合は、3年間の不均一課税といいますか、減免された、減額されたですね、税率が適用されると、こういう仕組みにあるわけですけれども、これを2年間延長するというものであります。それから6点目になりますが、手数料の一部改正条例であります。一つ目はこちらにありますように、コンビニの交付サービスによる各種証明書の発行手数料を減額をいたしまして、市民の利便性向上と、で減額に伴ってコンビニの自動交付などにシフトさせることによって、こういうデジタル化の推進によってですね、効率的な事務執行体制を確立していくというために手数料を減額するというものであります。ちなみにどういうものかというと、住民票の写し、それから印鑑証明書、戸籍の不評の写し、戸籍証明書、所得証明書、それから所得課税証明書のこの6種類でありまして、それぞれ100円減額いたします。で、戸籍証明書だけが現在450円で、改正後は350円になります。その他の5つは現在300円ですので、改正後は200円という形になります。ですから、市民の皆さんでも、こういうコンビニ交付があるにもかかわらず、なかなか、そちらをこう使いたがらない、そういう方もいらっしゃるわけですが、そちらを大いに活用していただいて、身近で、こういった証明書の類もで取っていただく、でより便利さを感じていただけると同時にですね、我々もできる限りそういう自動交付の方にシフトして、市役所の業務を効率化していきたいというふうに考えております。これが1点目。それから長期有料住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴いまして、認定対象に建築を伴わない既存住宅を新設する手数料を設けたり、あるいは新設の認定対象に対する認定申請手数料を追加するというものであります。それから7点目は、学校条例の一部を改正する条例制定の件でありまして、
福島市立中野小学校および水原小学校を統廃合のために、それぞれ所要の改正を行うというものであります。中野小学校、水原小学校ともに、今年度末をもって、廃校といたしまして、それぞれ、中野小学校については飯坂小学校と、水原小学校については松川小学校に統合するというものであります。なお、今年度の児童数あるいはクラス数で申し上げますと、中野小の場合は、6学年で2クラス13人、水原小の場合は3クラスで12人という状況になっておりまして、地元の皆さんとも合意が取れて、今回今年度をもって廃校として統合するものであります。その他の議案でいうと、工事請負の関係が4件ほどありまして、清水支所の建築工事、それから清水支所の電気設備の方ですね、それから余目小学校の運動場、屋内運動場体育館、それから渡里中学校の体育館、それぞれご覧の通りの金額、それから相手方と契約を結ぼうというものであります。それから財産取得があります。これは今回の除雪力強化パッケージの一環でありまして、市で除雪グレーダーを取得1台出します。取得金額は3,113万円ということで、今回財産取得の、を実施するというものであります。また21番はですね、学校の、ICT 学習なんでありますが、現在フィルタリングソフトをですね、学校単位で使えるようにしてたんですけれども、現在福島市の場合は家庭においてもタブレット利用を進めております。その点では家庭におきましても児童生徒を対象にしまして有害情報の閲覧を防止する、そういうフィルタリングソフトを導入するために今回、この財産取得契約を結ぼうというものであります。条例等の案件については以上であります。続いて予算について申し上げます。今回の補正総額は26億477万円であります。一つは新型コロナ感染症対策の関係で、合計しますと18億5841万円になります。内容はですね、まずオミクロン株対応ワクチンの接種の推進でありまして、これが16億2200万円よという形になります。実は言うと国の方でまだ決まってないものもあるんですけども、国の方からはそれぞれの自治体においても準備を進めてほしいということが言われております。そのために我々も現在未決定の分も含めて決定されたならば、速やかにワクチン接種業務をさらに推進できるように今回予算措置をしてまいります。内容的にはですね、10月中旬以降にオミクロン株対応ワクチンの追加接種を行うというものであります。で、このオミクロン株対応ワクチンについては 1,2 回目を終了したすべての市民を対象に実施するという前提で我々は予算を今回組みました。で、これいろいろパターンがありまして、例えば現在60歳以上の人、それから18歳から59歳で基礎疾患のある人、重症化リスクのある方、それから医療従事者、高齢者施設との従事者に関しては4回目のワクチン接種まで今進めてありますが、こういう方は直近のワクチン接種から5ヶ月の期間を置いた上で次のオミクロン対応のワクチンを接種すると
という想定に立っています。ですから4回目打った人からすると5回目になります。それからまだ2回目までしか打ってないという方は3回目にオミクロン株のワクチンの接種が可能です。同様に3回目まで打たれた方は4回目としてオミクロン、対応ワクチンを接種することが可能になります。で一方で12歳から59歳の方で、まあ、基礎疾患などない方ですけども、こちらは現在まで、3回目までしか対象になっておりません。でこの方々はまだ3回目打たれてない方は3回目としてこのオミクロン株の対応のワクチンを打つことが可能になります。で4回目はどうかというと、これは実はまだ決定しておりません、国の方で。しかし、まあ、事務ベースとしてはやる方向で検討中というのが我々に伝えられておりますので、我々市としてはこの12歳から59歳型の4回目も打つという前提に立って今回この準備経費を計上いたしました。まあ、こういったここのですね、全部の、ワクチン接種にかかる経費として16億2200万円、計上しております。まあ、もちろん、この3、4回目の一部はね、もう現在は我々やってますので、それで使えるものをやった上で足らない分を今回計上しているという形になります。それから続いてですね、今度は別の方のワクチンなんですけど、インフルエンザの予防接種に関して子どもと妊婦に関して助成をするというものでありまして、1億2500万円を計上しております。インフルエンザに関しましてはこの2年間、まあ一つはやはりマスクをして手指消毒などを徹底したこともありまして、ほとんど流行せずに終わりました。でその関係もあって市民におけるインフルエンザに対する免疫が、まあ、格段に、まあ、落ちてきているというふうに推測されます。でそのためにこの冬はインフルエンザの流行というのが非常に我々としては恐れておりまして、とりわけインフルエンザとこのコロナウイルスによる感染症のですね、同時流行になると、これはまたお一人お一人の病状もそうでありますし、医療体制としても非常に重大な事態になってくるというふうに恐れております。まあ、そのために、お子さんと、妊婦に関してはできる限り、インフルエンザの、ワクチンを打っていただいて、そして、同時流行を回避したいということで、今回市独自の措置として、この措置を設けることにしました。まあ、対象は、生後6ヶ月から18歳までの方それから妊婦でありまして、合計4万2千人ほどを想定しております。でこの、やり方はですね、市の方で医療機関の方に助成をいたしまして、1人当たり2500円ぐらいです。2500円を助成いたします。で最終的にいくらになるかはその医療機関の料金設定によりますが、まあ、大体自己負担が1500円ぐらいになるのかなというふうに我々としては見ています。でお一人1500円ぐらい出せばですね、インフルエンザのワクチンが打てるということでありまして、まあ、対象は10月1日から12月28までという形にいたしております。まあ、なお高齢者に関してはですね、これまで通り予防接種に対する支援措置がありまして、我々もそれは予定をしております。高齢者に関しては自己負担1400円ぐらいで実施できるようになっておりまして、そのスキームを今後も踏襲して高齢者接種を進めてまいります。続いて、コロナ禍の長期化、そして、原油価格物価高の影響を受けまして、厳しい環境にある鉄道事業者への支援、これを、沿線自治体と連携して協調して補助するというものであります。5700万円を計上しております。相手方は阿武隈急行でありまして、まあ、こちらは、
福島宮城両県と、それと両県の沿線市町による協調補助を行いまして、まあ、総額4億5000万になりますが、福島市としては一定のアロケに基づきまして5564万2000円を支援いたします。それから飯坂線については、福島県と協調支援で合計320万円ほど実施をいたしますが、まあ、こちらは県と折半をするということで、160万円を計上して、鉄道事業者への支援をいたします。それから続いて、交通運輸事業者への支援でありますが、まあ、バス、タクシー、あるいはトラックといったような、事業者はですね、これはガソリンなど燃料に依存する非常にウェイトが非常に高くて、今般の原油価格、物価高騰で非常に厳しい状況にさらされております。まあ、そして実は6月議会で県の方で全国一律の対策に加えて一定のこういった対象に対するですね、支援措置が講じられました。で、県の支援の前提にあたっては、市町村の、支援というのもどうも想定されているようでありまして、我々のところに事業者の皆さんからも、強い要請をいただいております。で、このために市としても、県と、対象を同じ対象に、設定をいたしまして、で、1台あたりですね、支援額としては、県の半分の額を支援しようというものであります。まあ、このような、広域的な運輸行政に関しては、まあ、基本的には県の方の、責任が重いテリトリーだというふうに、まあ、認識しておりますが、まあ、市としては、まあ、そういった関係に鑑みまして、県の2分の1を、支援をするという形で今回予算を計上しております。続いて、この春の福島県沖地震の関連であります。1億6300万円を計上しております。で、まずは、被災者生活支援でありまして、災害見舞い金、当初の想定よりもかなり、申請が出てまいりまして、まあ、その見込みに応じて今回、3390万円を追加計上するというものであります。それから阿武隈急行の施設復旧支援、こちらは1億1900万円を計上いたします。ご承知のように阿武隈急行長期にわたって、運休を余儀なくされまして、その間代替バス運行も実施しましたし、今回かなりの被害額だったので復旧費もかなりの額に上っております。これも福島宮城両県と沿線市町村とで協調して、これも先ほどと同じアロケーションで福島市も支援するというもので、福島市は施設復旧分で1億1700万円を、それから代替バスの運行経費関係を170万円を計上いたしまして、合計1億1900万円を支援をするというものであります。それから続いて、これは新しいまた事業になりますが、市の指定文化財の修復支援として1000万円を計上しております。で、今回の地震においてもですね、こちらにあるような市の指定文化財が被害を受けました。で、現在その復旧方法、修復方法を決定していくという、今後のそれが今後の段取りになってくるわけでありまして、まあ、その点ではどのような復旧の方法をするか、あるいは、それがそれによってどの程度の額になるかというのは現時点では固まっておりません。まあ、しかし、文化財の修復に関してですね、市がこうやって枠で予算を示すことで保有者がしっかりと今後文化財の修復に取り組めるようにということで、今回予算を計上いたしました。
で通常はですね、こちらにあるように修復にかかる費用の2分の1を市として、支援することにしています。しかし今回は昨年の福島県沖地震でも被害が出て、でそれによって修復工事工事などを実施された方がありました。で昨年の地震に加えてまた今年ということで、場合によってはその同じ保有者が再度また修復の事業をしなきゃいけないということで、まあ非常に負担が重くなるというか、まあ本当に心理面でも大変だと思いますが、そういった面も考えてですね、そういう多重災害、昨年でも被害に遭った方は本来の2分の1に加えて3分の2に市として補助をかさ上げするという仕組みにしております。まあ、もっともですね、現時点で調査した限りにおいては被害状況こちらでありまして、こちらはいずれも昨年の地震では被害がありませんでした。ですから3分の2は今の被害調査の状況では適用になるところがないんですけども、まあ、今後そういう昨年も被害があって、今年も実は被害があって注目するんだという方には多重災害支援として手厚くするということで我々として取り組んでまいります。でなおですね、国の指定文化財で申し上げると、通常は2分の1の修復事業に対して災害の場合は10分の7に補助率の加算上げになります。ですから国の指定文化財はそのような形になります。で若干問題なのがですね、国の登録文化財なんですね。で福島市でも最近はその指定国の登録文化財、例えば飯坂の最新堂酒店とか、そういった文化財、あるいは古民家などもこういった登録文化財になってくるんですが、まあ、そちらはですね、通常の制度では調査費の段階までしか実は補助がありません。で我々としては今現在国に対してですね、やっぱりこういう多重災害、今市が出したみたいに、これはさすがに同じ方に何度もやるのは非常にきついではないかと、だからできる限りその通常の災害というかね、1回目の人はそれはこれまでの制度で仕方ないけれども、2度被害に遭われている方にはやっぱり特別に支援をしてほしいということを、まあ、強く要請をしております。まあ、それはなんとか国でやっていただけたらなというふうには思っておりますが、まあ、そういった仕組みをですね、まあ、それは市においても同じことですので、それは福島市独自としてもこういった多重災害へのかさ上げ措置というものを今回、まあ、制度化させていただいたものであります。でその他は、5億800万円余であります。そのうち一つはですね、来年5月に開催をいたします、福島シティハーフマラソンに要する経費でありまして、補正額としては178万円、それから債務負担行為で6600万円を計上しております。来年、5月21日に、実施をしておりますが、我々としては一定の参加者には当然のことながら参加料、それからスポンサー収入というのを集めてまいりますが、まあ、全体1億円ぐらいかかる経費のうち、まあ、全てを、そういった経費で収入で賄い切ることは不可能ですので、まあ、その点ではそういったものを想定した残額のですね、6600万に関しては債務負担行為で来年度市が負担をするという前提に立って、今回準備を進めていきたいというふうに考えております。それから、続いてデジタル推進体制の強化として、総務省の地域活性化企業人制度で、企業人材の派遣制度というのがあります。で福島市でも首都圏企業からデジタル人材を受け入れて、地域全体のデジタル化を推進するというために、まあ、今回、サポートデスクなど の役割を担っていただけるような方を採用するということで685万円計上しております。
それから企業立地の関係でいうと、実際に立地をして、雇用などが確定して、まあ、規定に基づきまして、奨励助成金を、交付するという金額が1,793万4,000円となりましたので、これを計上しております。それから8月3日から5日にかけての大雨で、福島市の山間部でも林道の被害が発生をいたしました。合計すると2300万円ぐらいになりまして、この林道の復旧工事について今回計上をいたしております。予算は以上であります。続いてコロナに関して、ご説明をいたします。福島市は今日の発表が415名ですかね、となりまして、なかなかピークが見えないという状況で、引き続き高い水準というか増加傾向になっております。このために10万人あたり の, 1週間の新規陽性者数は、昨日 の, その確認までで1046名という、まあ、第6波の最大の5倍の数字に今なってきております。でちなみに、まあ、これは我々の試算ですけども、市内県内3中核市と福島県内を、まあ、推計で出しておりますが、まあ、これで見ると、まあ、ここに来てようやく県全体の平均よりは福島市ちょっと若干落ちてはいるんですけども、先ほど申し上げたように、第6波のもう5倍の高さなんですね。まあ、そういうことでなかなか新規陽性者が減らないという現状にあります。そして、医療の方もですね、大変厳しい状況が引き続き続いておりまして、昨日の3時現在の病床利用率で申し上げますと、まあ、医大も含めた病床率でいうと 86.5% ということで、非常に高い病床率になっております。入院調整が非常に厳しくなっております。また新聞報道などでもありましたけれども、救急車の、搬送困難事案なども、今上昇していると、増えているという状況にありまして、まあ、その点ではですね、なんとかやはりここで感染拡大を食い止めたい、あるいは医療に負担をかからないようにしたいというふうに、まあ、考えているわけであります。でこのために、8月の13日からですかね、始めました抗原定性検査キットの無料配布、予定では8月の26日までということにしておりましたが、まあ、こうした現状を踏まえてですね、9月4日まで、延長することにいたしました。実際ですね、当初で1日あたり200個ですね、200人に対してお配りするというのも、もう現在毎日250人を設定してお配りしているような、まあ、状況ではあるんですけれども、まあ、とにかくこういった検査キットの配布によってですね、軽症で医療機関にかかる方が医療機関に行かなくて済むような体制づくりをし、あるいは、まあ、これによって早期発見をして、隔離していただくことで感染拡大を食い止めるということで、まあ、当面延長していきたいということであります。基本的に対象は同じです。軽症の方で、重症化リスクの低い方、まあ、65歳の未満の方、あるいは持病などを持ってられない方ということになります。で今回延長するにあたってですね、8月の土日ですね、8月の27、28と9月の3、4の 土日は最初の土日と同じく市の北側の駐車場で、配布をいたします。それから平日は、クラウンアリーナで引き続き、実施するということで、まあ、今後もドライブスルーで、実施をしてまいります。で一点違うところはですね、これまでとこちらですね。で検査をして陽性になると、これまでは画像データを市の保健所に送っていただいて、市の保健所の医師が診断をするとい
ということにしておりましたが、まあ、今週22日から県が陽性者登録センターというのを作って、それでこちらで陽性の確認をするというような仕組みが出来上がりました。でこのために市と県で連携を取って、この22日からは県の方にお送りいただくという仕組みにしておりまして、まあ、今後も県の方のこの登録センターに送っていただいて陽性確認、そしてその後の自宅療養健康観察につなげていくという仕組みにいたしております。まあ、それをちょっと詳しくしたのがまあこちらですので、またご覧いただければと思います。でぜひ市民の皆さんにお願いしたいのはですね、こちらですね、まあ、とにかく感染防止にあたっては屋内では特に気持ちが緩む場面でも会話時のマスク着用や換気を忘れないようにしていただきたい。そして人と人との距離を十分に注意をして密を作らないようにしていただきたいと思います。そして、少しでも体調に異変を感じたらまずは外出を控えていただきたいというふうに思います。でその上で症状などに応じて検査や医療を適切に利用していただきたいということで、まあ、無症状の方、それから軽症で重症化リスクの低い方、あるいは軽症の高齢者、あるいは重症化リスクの高い方、あと症状の重い方、まあ、こういった区分に応じたですね、検査や医療を、利用していただきたいということであります。でそれを分かりやすくしたのはこちらでありまして、まあ、無症状の方で、不安な方とか、あるいは、これから高齢者など重症化リスクの高い方と接触される方は、薬局での無料検査を、ご利用いただきたい。また市も土日祝日に関しては保健センターの北側で、この無料検査をやっておりますので、無症の方はこちらをご利用いただきたいと思います。で一方で、軽症の方で、重症化リスクが低いというのは、つまり持病のない65歳未満の方ですけれども、こちらは、県による宅配 の、 無料検査キットの配布か、あるいはこの市のドライブスルー方式による検査をご利用いただきたいというふうに思います。で、高齢者の方、あるいは重症化リスクの高い方で症状の重い方は医療機関にご連絡の上受診をしていただきたいというふうに思います。それからもう一点ちょっと変更点がありました。市独自でやってた時はですね、当初小学生未満の未就学児も医療機関に行かずに保健所医師が確認をして、健康観察に移っておりましたが、まあ、県の仕組みでは小学生未満の方は陽性の場合医療機関を受診するようにということにしておりますので、まあ、今回の市の仕組みもですね、陽性になった未就学児は医療機関をご連絡の上受診いただきたいというふうに思います。私からは以上であります。それでは発表事項について質問をお受けいたします。質問のある方は挙手いただき、氏名の後社名お名前を述べてからご発言をお願いいたします。それではどうぞ。はい、福島テレビさん。はい、福島テレビの斉藤と申します。何点かあるんですが、はい、まあ、今ご説明も ありました通り、かなり感染者が増えている中で、はいはい、まあ、市民県民国民ともですね、今先ほど予算案でも形状でもありましたが、オミクロン株対応ワクチンに関して注目が高まってきていると思うんですが、はい、そのことに関して市長のコメントをいただいてもよろしいでしょうか。まあ、何をコメントすればいいんですかね。そうですね、何と言いますか、注目を、まあ、本当に市長も専門家じゃないんで、そういう部分はあると思うんですけど、こういう予算に計上して、まあ、このような形でアナウンスメントすることによって、まあ、市民の方の意識もこう上がる部分もあるのかなと思うんですが、その辺に関してはいかがでしょうか。はい、まあ、オミクロン対応ワクチンはですね、これまでのワクチンに比べればそのオミクロンに対応してそれらに効果が高いものになっているというふうに言われています。まあ、その点では市民の皆さんの期待も大きいでしょうし、我々としても接種が可能になったらならばできる限り円滑に接種を進めていきたいということで、今後こうやって予算を計上して準備を進めていきたいと考えています。はい、できるだけ対象になられた方はですね、
この接種をご検討いただきたいなというふうに考えております。このことによって感染者が、減ることも期待され、されるワクチンかと思うんですが、そのことに関しての市との、期待感というのを聞かせていただきます。はい、このことによってというか、現在のワクチンでも効果はあるわけですね。特に私申し上げているのは、確かに予防効果は弱いかもしれないけれども、まず重症化リスクを抑えるとか、あるいはうつさないという効果があるわけですよ。ですから、現在のワクチンでもできる限り、私としては接種をご検討いただきたいというふうに思うわけです。で、今回のオミクロン対応ワクチンはさらに効果が高いということですから、その点では今後の感染拡大に対してですね、やっぱり大きな効果が出てくることを期待をしております。先ほどの説明の中でも市長からお話あったかと思うんですが、現役世代の部分に関してはまだ未決定ではあるけれども、はい、まだ分からない部分はあるけれども、今回計上したというお話がありましたが、その点を改めて聞かせていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、これまでの国のやり方からしてもですね、決定してからすぐにもう可能になるケースが非常に多いわけです。そして国自体がこうやって準備を進めてくださいということですので、我々としては最終決定されてない現時点においてもですね、いつ決定して可能になってもいいように、準備を円滑に進めていきたいというふうに思います。そうです、計上したということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。宇木さん、マイク切っていただいていいですか。はい、ありがとうございます。他にございますか。中央テレビさん。福島中央テレビ報道部の水井と申します。5回目の接種ですかね、今ちょうど出ている画面の下だと思うんですけれども、はい、予定という部分で5回目の接種についてのお話が出てきましたけど、対象者の中で最短で、5回目のワクチン接種を打つ人が出てくる時期っていうのはどのぐらいなんですか。ですね、これも最終この5ヶ月になるかどうかっていうのにもよるわけですけども、はい、5ヶ月で最初、4回目の最初いつでしたかね。私がですね、8月に打ってるんですよね。ちょっと待ってください。そうですね、7月だ、7月の18くらいかな、打ってて、7月の初めぐらいからだったんですかね。ですから5回目になると、そうすると7、8、9、10、11ですから12月になってくるかと思います。5回目としてはですね。なるほど。じゃあその予定通りいけば最短で年内にも5回目の接種が始まります。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、マイク切っていただいてよろしいでしょうか。はい、他にございますか。はい、朝日さんどうぞ。朝日新聞の中を見ています。はい、予算の関係でですね、はい、阿武隈急行への災害の復旧支援の費用が計上されていたかと思うんですけれども、はい、これって分かればでいいんですが、はい、全体でいくらで、市としてはどのぐらい、何割ぐらいを負担することになるんですかね。ですね、対象経費総額がこちらになるかと思います。これが多分全体経費になると思います。で、基本的なルールとして宮城県と福島県で半分半分にまず分けます。そして、県と市町村がまたこれも半分半分に分けます。で、市町村は延長に応じて負担をすることにしています。ですから福島県内でいうと、全体でいうとですね、福島県分が2分の1 でさらに市町村分がその半分ですから4分の1になるんですね。で、福島市と伊達市では ほぼ同じで、福島市がちょっとだけ少ないんで、その点では大体8分の1になっているかというふうに思います。金額自体が。他にございますか。はい、福島放送さん。福島放送、樋口と申します。先ほどの育児休業の件についてだったんですけれども、はい、これまでその再度取得にあたり
計画書があったということで、育児休業等計画書の提出規定があったということで、まあ、これがそれまでどういうものだったのかっていうのと、今回、まあ、こういうふうな決定になったことの、背景というか職員からの声だったりあったら教えてください。ちょっと内容についてはですね、ちょっと私存じ上げないんですけども、まあ、これは基本的に法律改正に伴うものです。その点ではやはり全国的にですね、やっぱりこうやって特別にこういうことをやらないと育児休業取れないんだというやっぱり心理的障壁になっていたわけですよ。まあ、その点では再度取得にあたって何度もこう出さなきゃいけないというようなことを、まあ、なくして育児休業をより取りやすくしようという、これはやっぱり全国的な流れでの改正になります。はい、ありがとうございます。はい、他にございますか。建設工業長福島建設工業新聞の原と申します。はい、中野小学校と水原小学校の廃校に関連してちょっとお伺いしたいんですが、はい、まずこの2校廃校後、利活用者公募を行われることになるかと思うんですが、今年5月に行われた利活用者公募6施設ございましたが、こちら何かその後進捗の方がございましたでしょうか。ですね、今そういうご提案を募集しているところでありまして、結構反応はあります。はい、ただ具体的にはちょっとここでは控えさせていただきますけども、まあ、我々としては一定の手応えを感じてまして、まあ、今後正式に提案とかあればですね、所定の手続きにのっとって審査をして、その上でどういうか利活用していくかというのを決定していきたいとは思っています。はい、はい、ありがとうございます。他にございますか。よろしいでしょうか。内容ですので、はい、以上をもちまして臨時記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。